釧路駅のバスターミナルです。今月からのダイヤ改正に伴い、この路線は午後8時台のバスがなくなりました。釧路市を中心に運行している釧路バス、今月からダイヤを改正し、合わせて43便を減便、3路線を廃止しました。理由は運行の効率化と運転士の休息の確保のためです。利用したい時にバスがないとやっぱ困ります。しょうがない時代かなと思ってます。国はバスの運転手の労働環境を改善するため、来年4月から年間の労働時間の上限を引き下げ、退勤から出勤までの休息時間も現在の8時間から11時間を基本とするなど、規制の強化に乗り出します。釧路バスでは規制を見据え、利用者の多い朝のダイヤの勤務に影響が出ないよう、最終便を30分から1時間ほど早めることにしました。乗務員さん安全運転の面について、事業者としてはこれはもう取り組んでいかなければならないことだと思っております。利用者への影響を少なくするためには運転手の確保が欠かせません。しかし高齢化やコロナ禍などを背景に、道内のバス運転手は最盛期の30年前と比べおよそ3割減少、厳しい状況が続いています。乗務員の人ぶりですよね。配車場でちょっと厳しい部分が出てくるのは、事業者の悩みとしてはありますけれども、さらに踏み込んだ減便ですとか、ダイヤの見直しをしていかないと、この先の安定したダイヤの維持については厳しいのかなというふうには思います。そこでバス業界に興味を持ってもらい、運転手の採用につなげようと、札幌ではおととい11のバス会社が集まり、合同採用説明会が行われました。バスを運転してですね、お客さんを運ぶっていうやりがいを感じられる仕事なんだろうなというふうなのは感じています。今後も各地で説明会が開かれる予定で、運転手を確保し利便性を保ち続けることがどこまでできるのか注目が高まっています。